バシリカ・ビオリカ・ダンチラは、ルーマニアの政治家、同国首相、社会民主党党首などを歴任、同国発の女性首相である、テレオルマン兼ロシオリー・デベで出身。1988年、プロエシティの石油ガス研究院油性掘削、炭化水素交渉開発学部卒業。2006年には、ブカレストの国立政治行政大学から、 欧州公共権論の修士号を取得した。大学卒業後、工業高校教諭や石油会社、ペトロム SA のエンジニアとして生活する一方、1996年に社会民主党に入党。それ以降、同党や地方行政で様々な役職を歴任し、テレオルマン県議会議員在任中の2009年に社会民主党から欧州議会議員に当選した。 欧州議会では、社会民主進歩同盟に所属したが、特に法案を起草することはなかった。2014年、欧州議会議員に再選。当時は、欧州議会で、ルーマニア社会民主党議員団長や農業、地方開発委員会副委員長を務める一方、女性の人権、男女機会均等委員会、地域開発委員会に所属した。2015年には、 欧州議会議員賞の農業部門最終候補に選出され、2017年にも女性の人権、男女機会均等と研究、イノベーションの2つの部門で欧州議会議員賞にノミネートされた。2014年12月13日、社会民主党年金生活者部会の会合にて2018年4月、イスラエルの大統領ルーベン・ビブリンと2018年1月17日、 ダンチラは、社会民主党党首のリビウドラグネアから、ルーマニアの首相に推挙された。首相のミハイ・トゥドセは1月15日、政権内部の権力争いのため与党から、十分な信任が得られず、すでに辞任していた。大統領のクラウス・ヨハニスは、社会民主党の推薦を受け入れ、ダンチラを、次期首相に指名したが、主要野党やヨハニスの支持者は、 こうした動きを厳しく批判した。ダンチラ内閣は1月29日に国会で信任され、発足した。女性首相はルーマニア史上初めてであった。また、ダンチラの首相就任でルーマニアでは1年間に3度も政権が交代することとなった。首相就任に伴い、欧州議会議員は1月28日に実職した。しかし、 社会民主党政権の進める司法制度改革は欧米諸国から司法介入であるとし法による秩序を脅かしていると批判を受けまた社会民主党の幹部が汚職事件で収監されたため国民の支持を失っていったほか積極的な財政政策も財政や経常収支に悪影響を及ぼしていると不評であった2019年10月8日議会は 内閣不信任決議案を賛成238票の過半数で可決し、ダンチラ政権は崩壊した。2019年11月10日投開票のルーマニア大統領選挙に出馬し、再選を狙うヨハニス大統領に次ぐ2位となり、11月24日の決選投票に進んだが、決選投票ではヨハニスに大差で敗れた。2018年2月、ダンチラは、 野党の欧州議会議員について EU を誤った方向に導いておりまるで自閉症患者のようだと批判した。この発言には自閉症児保護者の会が直ちに反応し政治問題において自閉症という言葉を非常にネガティブな意味で用いることは我々に対する侮辱に当たると主張した。ルーマニアの全国差別撲滅評議会も この件に関して、ダンチラへの事情聴取の手続きを開始した。その後、ダンチラは、自閉症スペクトラム障害の人々を侮辱する意図はなかったと述べ、謝罪した。ダンチラはまた、文法や核変化、政治関連の語彙に関するルーマニア語の知識を書いていることでも批判されたことがある。ブカレスト大学学長で、元教育省のミルチャ・ドゥミトルは、ダンチラのルーマニア語は、 ほとんど意味不明であり、文として全く成り立っておらず、論理的にも一貫していないと述べた。大統領のヨハニスは国内外の諸問題に関して、団地らが会談や電話会議を行うことを拒み続けているため、首相の職責を全うしておらず、政権を混乱の中に陥れようとしているとして、団地らに辞任を求めた。 2018年7月には、モンテネグロの首相デシコ・マルコビッチとの首脳会談で、モンテネグロの首都ポドゴリザをプリシティナと間違えた。そのため、団地らは、モンテネグロにおいて、噴劇を買った。2018年5月17日、主要野党国民自由党のルドビク・オルバン党首は、大統領ヨハニスの合意と承認を経ずに在イスラエル。 大使館をテルアビブからエルサレムに移転したことに関して大逆罪で団地らを刑事告発した。その1ヶ月後の6月28日には組織犯罪、テロリズム捜査総局がこの区断の捜査に着手した。しかし、ヒャットは9月28日、告発を裏付ける証拠が乏しいとして大逆は起きてないと結論し、捜査を終結した。 石油会社重役で元テレオルマン県議会議員のクリスティネルダンチラと結婚している。容姿が一人。ありがとうございます。